思い出の積みプラレ流衆。バンダイ、未来警察ウラシマン。マグナディートル。時は西暦2050年。未来世界では、過去から未来に転移することをウラシマエフェクトと定義しており、タイムスリップによって超能力を身につけた人間をウラシマンと呼んでいた。1983年から2050年のネオ時をへタイムスリップした青年を、機動メカ軍書、マグナポリス38のゴンドウ警部は保護し、浦島優という名を与えて刑事として採用する。ここに、巨大犯罪結社ネクライムとの戦いが始まるのであった。未来警察浦島とは、1983年1月から同年12月まで、フジテレビ系列で全50話が放送された、タツノコプロ制作の SF アニメなのでおます。チーフディレクターは真下光一氏。キャラクターデザインは中村隆史氏、メカニックデザインは大河原邦夫先生という、そうそうたる顔ぶれ。当時としては、高年齢のアニメファンに絶大な人気を博し、今でも、当時を体験した G サンバーさんによって語り継がれている名作なのでございます。そうだ、その通り。ざっくりとしたストーリーはといえばだね。1983年から2050年の大都会、ネオトキオへと、浦島エフェクトによってタイムスリップした記憶喪失の青年が織りやした。主人公は、迷路快活で人懐っこい性格の16歳。ウラシマンである彼を保護した機動メカ軍書、マグナポリス38のゴンドウ警部は、後々の超能力発動への対策も兼ねて彼をマグナポリス預かりとし、記憶喪失の彼にウラシマ優という名を与えて、機動メカ軍書所属の刑事として第二の人生をエンジョイさせたのですよ。まあ素敵。なんやかんやで、相棒のクロードや、ぶりっ子ヒロインソフィアの助力により、巨大犯罪結社ネクライムに狙われているという逆境を跳ね返し、輝かしい栄光を手にしたのでございます。そうだっけ？作風は、未来の刑事ものといった内容でして、番宣でバトルプロテクターが目立っていたので、タツノコアニメでよくある格闘系のヒーローものかと思われていたのだけれどもね。売りだと思われていたバトルプロテクターの露出は少なく、番組開始時は夕方6時からの放送で、前番組がギャグアニメのダッシュ合併だったがために、急な路線変更で視聴者がびっくら酷能猶予され、序盤は、ギャグ路線を引きずっていたのよ。参ったね。主題歌を手掛けた、ハーリー・木村こと、木村昇氏による楽曲が、通常のアニメとは異質な感じを醸すのに貢献したほか、キャラデザが、当時、幻魔大戦に幻魔マンとして参加していた、中村隆史氏によるものだったので、なんだかとっても、幻魔大戦のイメージが重なっていたのも、異質な感じを視聴者に与えた要因だったかもしれん、かもしれん。だが、しかーし、演出面は評価が高く、ゲストキャラを必要最低限に抑えることで、メインキャラの背景を深く掘り下げることに成功し、脇を固めるキャラクターさえも人気が出たのようめでたう。その上で、後半のハードな展開になだれ込む演出はすんばらしいの一言。クライマックス近くの12月は、その話題で持ちきりだったものよのう。特に、終盤、仇役であるルードグ一揆の人気が突出した感があり、彼の悪の美学に浸水する困ったちゃんが続出。挿入歌のクリスタルナイツネクライムが人気になるなど、影響は大きかったもんざいもん。何せ、戦国魔人豪将軍のブンドルと同じく、塩沢兼俊が声を当ててたんで人気だったのもわかるやね。このキャラクターの成功により、美学を追求する敵役が多用されるようになり、その多くは、作中で重要なポジションを占めるようになるのだよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。当時としては、これまでのタツノコアニメに見られなかった斬新な演出に、多くのアニメファンが喝采を送った作品として名高く、関連商品をファンがご神体として愛用していたほか、アニメ誌では、制作スタッフを交えての特集が組まれるなど信じられない企画が目白押し、昨今でも、ブルーレイボックスが発売されるなど映像媒体が充実。タツノコアニメとしては、かなり優遇されている作品なんどすえ。それだけに、ああ、それだけに、生地人気があるだけに、ファンがネタを掘り下げすぎて、様々な世も末な逸話が存在し、この作品に深みを与えるに至っているのよ初見さん。まあ、あれよね。初見で見るのをやめたけど、実はすんげえ傑作だったと後から知って、見るのをやめなきゃよかったと後悔したとかなんとか、何人もの知人が語ったアニメと言っておこうねそうし合う。なんというか本中か、このペースで動画作ってたら、1時間で収まりませんのでね。ざっくりした逸話を数点列挙しましたら、おそらく、当時の体験者様がコメントしてくださるのに違いねえ。まず、主人公。浦島優とネクライムの総統フユーラーが、当初は同一人物という設定だったのはとかく有名な話やね。何せ、同じ場所に傷があるのだからそうなんだろうと考える奴は多かったわけよな。しかし、主人公とラスボスが同一人物というのは、
ガキンチョ向けアニメではまずかろうというので、設定が途中で変更されやした。これには制作スタッフの意思で変更した説と、放送局からの要請で変更した説があるのだけどもね。まあ、漫画版ではその名残が残っているので興味のある方は見てちょんまげ。ネクライムの意味も、ネクラとクライムを合わせた造語だというものが多く、その他、ネオとクライムを合わせた説、ネクロとクライムを合わせた説などがありますな。要するに、俺は知らねえのだよごめんして。番宣で目立っていた、バトルプロテクターの出番が少なかったのも意味不。これはスタッフが、スポンサーが商品化しなかったからとアニメックの取材で答えておりますな。だったらさ、かえって自由に演出できるんじゃねえかと思うじゃん。ところがぎっちょん、そういうわけにはいかず。重要な場面に限定されて使われたわけなのよん。ちなみに、このデザインは大河原先生によるものでして。当初はもっとゴテゴテしたデザインになるはずが、そうするとモビルスーツみてえになるってんで、現在のデザインに落ち着いたわけなのよん。まあ、出番は少なかったですけどね。そうだそうだ、そうかもしんない。実際、当時の主力商品はマグナビートル関連のトイだったわけで。他には、マグナブラスターなんかが御神体として人気があった予想だった。仮に、バトルプロテクターの商品を売り出したいなら、バンダイさんがデザインの段階で要請をしていたはずという意見も多ければ、後発の他のアニメなどでは、装甲服の類の出番を増やすようにと要請している節もある。そういや、ヘルメットで顔が見えなくなるからという意見もあったやね。とにもかくにも、当時からのファンは、キャラをかなり深く掘り下げてるので要注意。うかつに話題を振ろうものなら、即座ににわか認定されるのは間違いないのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1980年代、タカラさんのチョロ Q はガキンチョに絶大な人気を博し、長期にわたってガキンチョの友として君臨する。タカラの社長曰く、ガキンチョに受けるのは、ポケットに入るサイズの商品が定番だろうそうだろう。その絶大な売れ行きに、競合他社も負けじとる維持商品を連発。やはり、正規品のチョロ Q の方が人気だったが、ガキンチョが腐るほどいた時代だけに、その売り上げはバカにできなかったという。キットの値段は300円。1983年4月頃に発売されたキットだよん。まあ、パーツに総刻印がありましたからに。このキットは当時のファンなら必ず買ったほどの定番商品。ウラシマンの各キャラクターが乗るマシンがそれぞれキット化されただけに、いわゆる、ファンアイテムとしての需要もあったプラモデル。基本的には、はめ込み式で組み立て、プルバックギミックで走行する仕様で、マグナポリスのバッジがついているのもポイントだったのでございます。その、通り。マグナビートルは、タイムスリップの際に運転していたフォルクスワーゲン、ビートルを改造した U の専用車両。未来の機械が肌に合わなかった U が改造した愛車で、シートが変形してバトルプロテクターとなり、U に装着されるのと同時に、マグナビートルの天井から射出される仕組みなのだよおっかさん。難点としては、2050年の世界では、ほぼすべての車が浮遊が可能なエアカーなので、タイヤを使った車は少なく、パンクもするので始末が悪いときた問題。しかし、タツノコアニメは、どんな場所へでも自動車で行かせちまうパティーン。本作でも、ネクライムのヨーロッパ支部へマグナビートルで向かうなど無茶をしたものなんどすえ。あれ？そうだったっけ？などと記憶が曖昧になったと思う今日この頃。きっとで気になる点としては、改造前は普通のビートルだったのが、龍が改造した後はオフロードスタイルに変更されていた点でして。ドアが小さく変更され、ドアガラスがなくなるなど、これは、ベースがコンバーチブルタイプだったことに由縁するデザインなのだけど、商品などでは、その点が一貫してなかったのですよ。わけわかめ。その意味では、当時のマグナビートルの関連商品でよくあったデザイン。これが当時らしくて良いという人もいれば、設定通りに直したいという人がいるのも当然なのでございます。チョロ Q タイプのモデルとしては、細かいパーツがいくつかあるので、それらが壊れないか心配だということ。この点は、実際に遊んでますからに。プルバック全枚の力が弱くて壊れるような力は出ないけども、坂道を転がしたり、高いところから落とせばすぐ壊れるとだけ言っておこうねそうし合う。ファンアイテムとして、ディスプレイ重視で用いるのなら、普通に作って飾れば十分。タイヤは当然ゴム製だけども300円なのでもう満体。なんせ300円だからね。そりゃあファンなら買うわいな。4種類買っても1200円。上位のリモコンや完成品問いを買うより、入手しやすかったのは間違いないですし、地味に、マグナポリスのバッジが人気があったのだよね。まあ、その手のグッズが少ないご時世ですからね。ちなみに、現在の中古市場では3000円くらい。数年前は、もうちょっと安く買えたのだよね。これ本当。最近、
アクアマリンが24分の1スケールの完成品問いを出したし、ブルーレイボックスも出たんで、認知度が増したのかもしれん、かもしれん。キャラウィールあたりなら、古い模型店や中古屋とかにもたまに置いてあったりするけども、何せ、愛好者に金持ってるおっさんが多いので、見つけたら間違いなく買いのアイテムなんどすえ。ですよねー。悲しいかな。ポルシェとかビートルとか、丸っこいデザインのプルバックモデルは、当時は人気が高い傾向だったので、回顧主義のおっさんコレクターにゃー、今でも大好物なのは変わらないのよね。なんつーか、いろんなチョロ級の類似商品が出てたのだけど、色物も多かったのは確かやね。それでも、皆さんガチで遊んだものなのだけど、チョロ級ほどの耐久力など怪しまへんので、遊ぶたびに壊れていったものよのう。当然ながら、完品で残っているのは極めて少ないと言われているアイテム。ウラシマンは地味に人気なんで、タツノコだけに、実写映画化でもされたらさらにプレミアがつくのは間違いねえ。などと、英雄のサンタロウ CM を見てたら思ったものでござんすよ。はい。そんなん言っても、しゃあないねえ。次回のキットは、これだ。